スッとお寿司の前に座る。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ、ラクゼーションサロン夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は水と緑のあふれるその日暮らし村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベリでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ええ、お任せくださいな。では夢をお取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということでその日暮らし村に出発。その日暮らし村に到着。めっちゃ可愛いんやけど、なんか川がうねうねしとる。夢の世界へようこそ。あなたは今その日暮らしという村の夢見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のその日暮らしの世界をご堪能遊ばせ。これなんかさ、上から桜が散ってきよって、これ地面にあるのは散った桜ってことやろ。え、めっちゃ可愛いえ、すごい可愛い。いいね、いいね。このなんか、うねうねいい感じじゃない？くね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 。はい、それじゃあちょっと一軒目の家に向かってみようかな。さあ、とりあえずじゃあこっち側。お、どこだ？抜けられなかった。お、この辺から抜けられる？お、いいね、いいね。完結線。はい、一軒目。あ、どうも。北さん、埴輪が7個隠されているよ。そう、この村の中にはね、埴輪が7つ隠されてるらしくって、ぜひ村を散策しながら見つけてみてくださいっていうことです。ちなみに海岸や建物の裏にはないと。か、北さんは村長さんやね。はい、北村長さんの家はここでしょうか。お邪魔します。いいね。いい感じやね。色味が好き。お、めっちゃ和風。なんか表側ね、そんな和風な感じじゃなかった。なんか和風エリアっぽいかなとは思ったけど、なんか表がそうでもなかったけん、ちょっと油断しとった。油断しとった。ここはお店か？はい、ちょっととりあえず、左側へ。おー、いいね、いいね。なんか外はすごい春って感じで、めっちゃ桜が舞い寄ったけど、もみじや、もみじが敷き詰められている。めっちゃいいやん。こういう自然に囲まれて、なんか食事するのってすごい良くない？いや、なんていうん？旅行とか、そういうので、旅行じゃないな。野外活動？なんかそういうので、こうやってね、みんなでキャンプファイヤーとか囲んで、で、こう外でね、飯盒炊飯とかするのめっちゃ好きやったんやけど、カレー作ったりとかさ。はい、そして、ここお店なんかな？違うんかな？あ、やっぱり？あー、いいね、いいね、いいね。めっちゃいいね。そして、スッとお寿司の前に座る。いや、しかしすべての席にお寿司はある。あ、めっちゃいいやん。あ、これはお腹が空くやつ。これは非常にお腹が空くやつ。めっちゃいい。食べたい。超絶食べたい。いいね、いいね。なんか格式高そうな。あ、これ一人用かと思ったら、二人なんやね。なるほど。それぞれ全部二人？へぇ。まあ、一人用にしては多いか。なるほど。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側なんか意外と散らかってる。意外と散らかって、ちょっとゴミまとめてるだけで出してないんだけど、出さなくていいですか？まだゴミの日じゃないんかな。え？見た？なんかそっと金の家が隠されてあるんだけど。これ何？これ、ん？これ何やろ？あ、トタケキやった。トタケキやった。一瞬なんだかよくわからんかったわ。そ
して同じ絵が2つ。同じじゃない。手が違った。てか多分本物と偽物ってことかな。偽物も種類がいっぱいあるとかいうわけじゃないよね。何か書き物をしよるんかな、村長さんは。もしや小説家とかそういう感じですか。本が好きっぽい感じやね。そして掃除とか、まあ、定期的に畳の上掃除機かけたりとかしようかな。はい、そして2階へ。はっ、2階はもうなんかバカンスじゃん。今度はなんかものすごく夏な感じなんだけど、どうした、いろんな季節で忙しいですね。こういう貝殻ってさ、なんか耳に当てたらなんかなんていう、波の音が聞こえるみたいなんやけど、実際どうなんやろ。そんなことないんかな。そういうおもちゃあったりせんのかな。なんかありそうよね。すやー、私なんか浜辺でさ、こういう感じの椅子で寝たことないんやけど、なんかめっちゃ焼けそうじゃない。はい、そして地下へ。お、地下はここの住人さんたちかな。ここに住んでる住人さんたち、ビンタくん、イチゴ、チトセさん、これ誰やったっけ、シベリア、ビアンカだった。シベリアは男か。ビアンカ、好きな言葉はボロは着ても心は錦、かっこいい。そしてクリスチーヌ、ペーター、これロボ、ジュンくん、歌舞伎、ゲンジ、なんか基本的に分かるような子がいっぱいおるね。別になんか何系住人が多いとかそういうこともなくって感じかな。真ん中のクリスチン・ペーターはあれなんかな、一押しなんかな。はい、それじゃあちょっとね、村の中の埴輪もちゃんと探しつつ行きます。浜辺と建物の裏にはないと言ってたから。あ、ビアンカ、さっき私がシベリアと間違えてしまったビアンカ。はい、そして、お、どうも、ヒガシン、あえてキャンプ生活、あえてのね、まあ、そういう生活も楽しいでしょうね。あの、この村の住人さんは多分みんな、あ、これか。これか、なんかさりげなくここにある。よし、これ1個ね。この村の住人さんは多分みんな方角が名前になったんやと思うよね。村長の北さんに、まあ、この人東に、いいね、東に。あえてのキャンプ生活、ほんともう自給自足、家具も全然ないやん、テーブルぐらいしか。で、化石を掘ったりフルーツ食べたり、缶詰、でも缶詰は持参なんやね、そこは。どうするんで、外のキャンプファイヤーがなんかで魚を焼くとかそういう感じですか。多分ここで魚を焼くんだね、きっと。もう全て自給自足で。はい、そしてこの辺は動物たちの家が、まあ、いっぱいありますと。あ、かわいい、え、めっちゃかわいい、いいね、いいね。こうなんかお花が、お花、こういうさ、ちゃんとした花がない部分のスペース、自分でこうマイデザインを使って花壇みたいにするのかわいい。ここクリスチーヌの家かな。だね、クリスチーヌだわ、かわいい。めっちゃかわいい。そしてこっちの方に、まあ、動物たちのキャンプスペースがあると。さあ、そして基本的に全体的に和風な感じなんかな。ね、橋も和風やし。いいね、いいね。あ、ここに木が、めっちゃセットあるやん。超絶セットあるんですけど。これはこの中から好きに組み合わせを選んでってこと？あ、一応横でってことかな。でもここ帽子2つあるんよね。まあ、とりあえず横一列でやってってみようかな。芸者さん。芸者さんね。こっちはお団子頭で梅柄の着物。で、こっちが小さめな帽子で
緑のカーディガン。いや、和風の感じの格好がいいかなと思うよね。タオル。いや、この、チマチョゴリ。いや、これにしようかな。お団子頭で、梅柄の着物。ね、しこの列で行きます、私。あ、広場のすぐ下やったんやね。ここに着替えがあります。みんな見過ごさないように。はい、こんな感じで、どうでしょう。こんな感じでーす。和風なのかな、一応。はい、それじゃあ、ちょっと三軒目の家。三軒目の家は、あっち側だね。てか、埴輪なかなかないんですけど。埴輪がなかなかないんですけど。はい、これが三軒目のお部屋。お部屋？家。なんか、さらっと金のバラが置いてある。あ、待って、埴輪やん。しれっと。はい、三軒目のお家。ここは女の子の家かな？どうも。髪型お揃いだね。みなみちゃん、森林浴していってね。もうめちゃくちゃ、この村を歩き回りよったらね、めちゃくちゃそれだけで森林浴になりそう。なのに、家の中でもめっちゃ植物を襲われててる感じ。素晴らしいわ。てか、この感じすごい好きやな。おしゃれ。ね。いいね、いいね。あ、ここはあれですか？一部屋って感じ？いやね。超おしゃれなんだけど。めっちゃいいやん。家の中っていうか、なんか、ちょっと街角みたいな感じかな。いいね。ここでちょっと、お茶をしつつ。公園みたいな感じかな？ね、なんか中央に時計があって。この子はハチ公の代わりみたいな。中堅ハチ公的な。こういう組み合わせめっちゃ可愛いんよね。でもなかなかさ、こう、私が狙っとるやつが、ちゃんと、たぬきハウジングに置かれてないんよね。っていう不満。これ、鯉？鯉が泳ぎよる？なるほど、なるほど。そういうね、そういう部分もね。こういうところに埴輪置いてそうじゃない？ないんかーい。え、こういう奥とかに埴輪置いてそうじゃない？いや、ないわー。ないわー。まあ、でもみんなね、隅々まで探して、あの、埴輪を集めてみてください。私は多分、集めきれないと思うので。今の埴輪じゃね？全然違った。木の幹だったわ。また、あったー！ 3 匹目。3匹っていうかな。3体目の埴輪。はい。なんかいろんなところにね、こうそっと置かれてあるけんね。見逃してしまいそうになる。はい、そして最後の、まあ、4軒目の家に向かいます。4軒目の家。なんか結構ね、こう、何？村の外の部分？こういう道の引き方だとか、あとくねくね道の作り方とか、なんか、奥行きの出し方とか、そういうのを、あの、北村長、北さんが、ツイッターですごい解説をしてくれたりとかしとるけん、金のバラがいっぱい。ツイッターで解説とかをしてくれとったりするけん、そういうのを見てね、多分、その、村整備の参考にめちゃくちゃなるんじゃないかなと思う。はい、そしてたどり着いた4軒目、最後の家。ニッシー、人生楽しんでなんぼやで。なんぼやで。そう、人生はね、楽しく行こう。楽しく生きてこう。ざわ、ざわ。いいね。いいね。ざわ、ざわ、ざわ。赤木やん。赤木？カイジ？めっちゃ和風。そして、なにこれ。なんこれ、なんか奥にお金がめっちゃ隠されとんやけど。何それ何それ、ここには何もないですよ、みたいな顔してさ。何もないですよ、みたいな顔して、そうやってね、奥に、お金を大量に隠して、ここで鍋だけ食って帰れって感じ。鍋を囲んで、
親しくなったらきっとあのお金をちょっと分けてくれたりとかさしないんですかね。どうなんすかね。あ、消しちゃった消しちゃった、まあ、とりあえず私みたいにこうやってフラッと軽く村を回った感じでは、まあ集まった埴輪は3体と残りのよ、おお、はい、4体目残りの3体は多分もっと細かくきっちり回っていったら見つかるんだと思います。まあでもね、浜辺とその建物の奥裏側には置かれてないって言ってけん、そこまで難しくはないんじゃないかなとは思うけどね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんか道がね、すごいね、水もいっぱいあって、でくねくね道、くねくねした川、すごいなって思った組み合わせるのとか難しそうやし、立体感も素晴らしい。